はい、皆さんこんばんは。兵庫医科大学医療人育成研修センターの平野です。当病院の卒後臨床研修制度について説明いたします。はい、すいません。兵庫医科大学病院は1972年に開設、もうすぐ50年を迎えます。ベッド数963ベッドの高度先進医療病院です。常勤医師が637名、そのうち研修が113名、研修を指導する臨床研修指導医は約200名在籍しています。当院は兵庫県の西宮市の一番東側にあります。最寄り駅は阪神電鉄向川駅で、非常に閑静な住宅街にあり、梅田まで電車で15分、三宮まで20分少しと、極めて交通不便な場所になります。これは現在の空撮での大学及び病院の前景です。ただ現在ですね、当院は大学病院ともに大幅なリニューアルが進められており、2年前、2018年には教育研究棟が完成、今から6年後には16階建ての新病棟がオープンする予定です。現在の病棟は2つの高層病棟からなり、960床となります。病院の特徴といたしましては、6年前にです、救急、集中治療、手術部門を集約し、大規模な災害、地震、津波が起こっても、機能し続けることを目標にしました、急性期総合医療センターが設立されました。このセンターには、急性期医療の中核をなす手術センター、救命救急センター、ICU 等の施設が集約され、多種のハイテク医療機器が配置されています。これらの先進設備を用いて、41の診療科が年間65万人の外来患者と31万人の入院患者を診察し、毎年約1万2000件の手術を行っています。で、ここからは研修プログラムの説明をいたします。当院には基本プログラム、たすきがけプログラム、外科専門医取得プログラム、小児科重点プログラム、産婦人科重点プログラム、そして来年から新たに加わります教育協力型病院、大学プログラムの6つの研修プログラムがあります。研修の必修科としましては、内科6ヶ月、救急3ヶ月、地域医療2ヶ月、外科2ヶ月、小児科、産婦人科、精神科をこのまま1ヶ月としている。各プログラムを見ていきますと、基本プログラムでは、基本的に内科、外科、救急を1年目に、地域医療を2年目に回り、残る必修科以外は希望の科を選択できます。非常に自由度が高いプログラムだと思います。小児科重点プログラムでは、小児科を1年目に4ヶ月必修とし、産婦人科重点プログラムでは、1年目に3ヶ月、2年目に1ヶ月産婦人科を必修、外科専門医取得プログラムでは、2年目に外科10ヶ月を必修としています。たすきがけプログラムでは、1年目を兵庫県の碧地拠点病院、公立思想総合病院、公立幼科病院、西脇市立西脇病院、製鉄記念日和田病院、兵庫医大笹山医療センターのいずれかで研修を行い、2年目を兵庫医大病院で研修を行います。このプログラムは、県の要請用に兵庫県の要請があり作られましたが、要請によって充足されないときはどなたでも選択が可能です。2021年より開始予定の協力型病院大学プログラムでは、兵庫、大阪、阪神間の将来豊富な11の協力型病院で1年目に研修を行い、2年目は兵庫大病院で研修です。1年目のプログラムは各協力病院の基本プログラムにのっとったものとなります。これらの病院で研修できなかった必修科目は2年目に当院で習得いたします。11の協力病院は、宝塚市立病院、国立病院機構姫路医療センター、神戸駅西海病院、愛人会千船病院、大阪市立東大阪医療センター、大阪港中央病院、滋賀岡医療センター、奈良市立病院、以上8病院に加え、再来年2020年度からは、神戸市立医療センター日進病院、
西宮市明和病院、神戸市の川崎病院が加わる予定で、各病院、定員は1名です。まとめますと、当院は大学病院ですので、臓器別、疾患別に専門化された診療科が揃っており、ご覧のとおり多彩な分野の研修先があります。現在、志望科が決まっていない方でも、さまざまな分野で研修していただくことによって、自分のですね、適性や将来の志望を固めることができます。当院はまたご覧のとおり、表現下に協力病院、協力施設を多数持っておりますので、3ヶ月間は院外で研修することも可能です。基本プログラムとの大学病院での研修と市中病院での研修を両立できることもメリットの一つです。当院指導体制は非常に充実しております。大学病院ならではの多彩な研修分野には多くの指導医より、最新医療機器を用いて行われる高度先進医療を学ぶことができます。先に示しました、助け分けや協力型病院大学プログラムだけでなく、基本プログラムでも関連協力病院での研修が可能です。採用研修医のうち、他学出身者はここ数年 25% から 40%、男女比は6対4程度です。研修医が過ごします、卒後研修室は、当院で一番大きい1号館の4階1フロアにある、幼児育成研修センター内にあり、ここには研修の談話室、デスク、男女別当直室があります。卒後研修室に隣接するシミュレーションセンターには、種々のシミュレーターが配置され、各臨床科における研修科他に、これらを用いた実習や、静脈ループ、中心静脈実習、二次救命処置実習、CPC に加えて、超音波や各種実習、病態セミナーや、臨床に役立つ勉強会を適宜行っています。女性医師の方には、病院隣接地の保育園に専用枠80名を設定しており、研修医の利用も可能です。当院研修医の3年後以降ですが、例年 75-80% が当院に残り、院内で、もしくは各医局関連病院で後期研修を行っています。兵庫大学の全ての19領域のプログラムにですね、専門医が取得できる取得を設定しておりまして、研修の時からの症例がカウントされます。2022年の予定募集要項ですけれども、試験日は2021年の7月ごろ、2日間のうちいずれか、選考方法は小論文、面接、学業成績によるものを予定しています。以上。兵庫医科大学病院の初期臨床研修制度につき説明いたしました。ぜひ、兵庫医科大学病院で臨床研修を行い、私たちの仲間になります。